なんですかこの人の多さは。あ、その条件で2件ヒットしました。たったの2件。ブラックワールド。というわけで君、今月いっぱいで解雇ね。そんな、私これまで会社のために頑張ってきたのにあんまりです。パンデミックの影響でうちも業績が悪化してるんだよ。それに君、いろいろやらかしてるからね。私の名は小杉、49歳。先ほど24年も勤めた会社から見捨てられた。日本の終身雇用は終わったと噂で聞いていたが、こんなにあっさり切り捨てられるとは。結婚もせずに身を粉にして頑張ってきたのに、誰も私を認めてくれない。これまでの私の人生は何だったんでしょう。その後、私は絶望感から叫びたりの毎日を過ごすようになった。友人も恋人もいない孤独な私の傷ついた心を癒してくれるのはお酒だけだった。しかし、貯金が半分になっている。このままじゃあっという間に貯金が底をついてしまう。いつまでもくよくよしていられない。家賃や光熱費、サブスクに税金、私が働いていない間も口座からお金はバンバン引き落とされていく。失業保険の支給期間もとっくに終わっている。通帳の残高を見て、私は再就職する決意を固めた。私は早速ネットで就活を始めた。転職サイトに登録して、自分の個人情報や希望条件を入力していく。私みたいな経験豊富な敏腕営業マンは引く手あまただろうと予想していたのだが、検索結果たったの1件。これは一体どういうことですか。しかも名前も聞いたことのない中小企業。これまでエリート街道を歩んできた私にふさわしい会社とは思えない。しかし、このままいつまでも無職でいるわけにもいかない。仕方ない、応募してあげますか。この会社は私のような素晴らしい人材がゲットできてラッキーですね。しかし結果は不採用。くぅ、さては私の素晴らしい経歴に腰が引けてしまったのでしょうね。こうしている間も私の口座からはお金は引き落とされていく。私は覚悟を決めてハローワークに行くことにした。ハローワークとは、厚生労働省が日本全国に500カ所以上設置している公共職業安定所。仕事の紹介や雇用保険の手続きをしている。なんですかこの人の多さは。朝一で最寄りのハローワークに向かったが、すでに人で溢れかえっていた。私は相談窓口で相談しようと考えたが、なんですと、すでに30人待ちですか。周りを見ると、男女問わず様々な年代の人が求人票を見たり、パソコンで仕事を検索している。こんな光景を見ると、日本の不景気を実感してしまう。いや、今は他人の心配をしている場合ではない。なんとしても就職せねば。1時間以上待って、やっと私の相談の番が回ってきた。私はこれまでエリート営業マンとして活躍してきました。その経歴を生かせる営業職で、年収は妥協に妥協を重ねて年収380万円以上。これが私の条件です。エリート営業マンですか。その経験が生かせる職場があるといいですね。有能な私をゲットできた会社はラッキーですよ。あ、その条件で2件ヒットしました。たったの2件。これだけ妥協してあげているのに、どうして。そんなに落ち込まないでください。確かにあなたは立派な経歴のエリートです。でも言いにくいのですが、あなたには就活するにあたって大きなマイナス要因があるんですよ。それは何ですか。年齢です。49歳で再就職は厳しいですね。そんな。見てください、営業職40歳で検索すると100件ぐらいヒットするのに、45歳以上で検索すると2件。これが現実です。小杉さん、就職するためには辛くても現実を直視してください。はい、わかりました。私のプライドはズタズタだ。
これまで頑張ってきたのに、年齢という自分ではどうしようもないもので自分の価値が貶められてしまう。これが今の日本の現実なのだ。ここだけの話、ハローワークに求人を出す会社は、求人にお金をかけたくない弱小の中小企業ばかりです。求人にお金がかからないから、とりあえず雇って結果を出せないならすぐに辞めさせて次を採用するなんて会社もあります。そんな悪い会社が存在するとは。小杉さん、あなたはこんな過酷な零細中小企業でやっていけますか？これまであなたが働いていた大手とは全く別物ですよ。贅沢は言ってられません。私、過酷な労働条件でも耐えてみせます。それでは検索にヒットした2件の会社に連絡してみましょう。お願いします。飲食店に自社製品をトラックで配達するルートセールスの社員を募集中か。もしもし、ハローワーク、レイナ支店です。お宅で営業の社員を募集してるでしょう。それに応募したいという方がいて。49歳です。はい、そうですか。また連絡します。49歳、その言葉にドキリとする。これまで年齢を気にしなければならないのは女性だけ、男に年齢は関係ないと思っていたが、選ばれる立場になってようやくその間違いに気がついた。年齢不問って書いてますけど、できれば40歳くらいまでの方を希望してまして、よっぽどの実績を持ってる方でしたら面接してみてもいいですけどと言ってました。この業界で実績のない小杉さんはやめた方がいいです。面接を受けても間違いなく落とされますね。そうですね。それではもう一社の方をお願いします。商談員はもう一社の方に連絡を取ってくれた。そこは学校や学習塾に教材を売る営業職の契約社員。話はトントン拍子に進み、早速面接に行くことになった。面接頑張ってください。ここがダメだったらまた来てください。困ったことがあったらいつでも相談に乗りますから。いいえ、もうここに相談に来ることはないと思います。私は優秀なので即採用です。無事面接に合格し、私は契約社員とはいえ無事就職が決まった。久しぶりにスーツを着ると気持ちが引き締まる。今日からまたバリバリ働きますよ。ところが、はい、この教材持って近所の学校を適当に回ってきて、これ全部売れるまで帰ってこなくていいから。いや、その入社してからしばらくは研修期間じゃないんですか？私この業界は初めてですし。研修？あんた即戦力で採用されたんじゃないの？うちみたいな中小企業はそんな余裕ないよ。でしたらこの商品がどんなものなのかわからないので、せめて前任者からの引き継ぎだけでも。前任者？はあ、あいつ1週間でバックれたわ。とにかく土下座でも何でもして売ってこいや。わけもわからず営業に出され、顧客からの質問にも全く答えられない。怒った顧客からクレームが入り、契約を打ち切られた。会社に帰ったら何と言われるか。営業経験者だから49歳でも雇ってやったのに全然使えねえな。おっさん、クビな。もう明日から来なくていいから。そんな。どうしてこんなことに。やっと就職できたと思ったのに、私はこれからどうすればいいのだろうか。今年の誕生日を迎えたら50歳。初老の49歳の私を雇ってくれる企業はない。日本の雇用制度が悪いのか、私個人の責任なのか。私は涙が枯れるまで泣き続けるのだった。ここまで見たお主らは見込みがある。チャンネル登録をしていくがよい。